日銀ダイヤ作戦は、大矢部春彦のハードボイルド小説、伊達国彦シリーズ長編第3作目である。前作、諜報局破壊範囲で、英国秘密諜報部員となった国彦が、今度は日本に舞い戻ってくる。短編、汚れた宝石を元とした長編。伊達国彦が、英国秘密諜報部破壊活動範囲として、日本に帰ってきた。任務は、 マフィア団のダイヤ強奪計画に協力し、敵を安心させたところでダイヤを取り戻し、マフィアを壊滅させること。国彦に忍び寄る資格。マフィアと同じようにダイヤを狙い、各国が作望を巡らす中、国彦はマフィアに接近。英国秘密情報部員を辞めたいので、マフィアの仲間入りをさせてくれ、日銀ダイヤ強奪計画にも加担する、というが信じてもらえず、拷問される。 拷問によって、国彦の秘書、リンダは死亡。彼女が CIA のスパイであることがわかる。また、国彦は、諜報部からの指令までは白状するが、自分は、諜報部員を辞めたいとの嘘で、マフィアたちを説得し、仲間となることに成功した。周到な準備をし、襲撃に備えるマフィア。ついにその血構が来る。金庫破りの手もりダイヤを奪う。しかし、 国彦はマフィアに殺されかかる。奴らは国彦を利用してから結局は始末するつもりだったのだ。が、国彦が拳銃に細工をしておいたため、難を逃れる。その時、日銀の屋上に4台のヘリコプターが飛んできた。マフィアたちのヘリだった。奪ったダイヤを取引相手のムッシュ・ジューエルに渡すために来たのだ。そのうちの1台を奪いマフィアたちを追跡する国彦。 しかし、撃墜されてしまう。漁船に乗り込み一命を取り留め、地上へと上がる。諜報部の新秘書と打ち合ったが、飲んだ水の中に睡眠薬が仕込まれていた。目覚めると上司のパーキンスの姿。彼は中国の工作員で、マフィアたちと同じようにダイヤを狙っていたのだ。CIA とソ連がダイヤの奪い合いをしている無人島の中に乗り込み、 ダイヤを奪うという計画に協力させられる国彦。しかし、彼は戦闘が始まっても岩の陰に隠れて様子を見るだけであった。中国側の力が突きかけたところを見計らい、一気に生き残りを始末する国彦。この任務が完了したら、情報部員を本当にやめようと思う彼であった。ありがとうございます。